そうそう、あのね、リミにね、なんか耳の中にスプレーかけられるとかね、なんか塗り薬でやるみたいな、めっちゃ変なこと言われたの。それ本当に嫌だ。地震が起きた時どうすんだろう。起きない。もう楽しそうじゃん。まあでも本当にそうだ。天気の変化に今から晴れるよ。どうも繋がらない。ちょっと何か倒し出す時に一番あるの気持ちだった。ゴキブリアレルギー。なんであんの。ゴキブリアレルギーだ。あなたの病気は運命だと分かる。だから、やばい。大丈夫かな。はい、掃除しててあれって思ったっていう感じですか。そうですね。引っ張って見る気で見ないと見えないとこかなとは思うので、はい、あったけど気づいてなかったのか、この2週間で出てきたのかがちょっとわかんないけどね。はい、先週とかだったら、まあ、ちょっと赤いかなという気がするので、はい、少し炎症でだったら点滴薬とか使ってたら治るかななんですけどね、はい。場合によってはちょっと大きいとこにでも紹介して、CT でちょっとなんかつながってるものなのかどうか一回調べてもらったりでもいいかなという気がします。ただ、まあ、ちょっとなんだかが分かってないので、まあ、一応様子を見せてもらっていて、大きくなるようなものだったら本当に紹介しなきゃいけないかな。はい、下に参ります。どうぞ。あと薬もらうだけだ。ね。